とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はね、欲しかったやつ、ゲットしました。これです。影のクロスボウ。これね、ベールの方が欲しかったのよ。ベールが欲しかったんだけども、まあ、性能を試す分には、これでも十分です。どんな性能を試したかったかっていうと、貫通、ダイナモ、だね。これ無限ダイナモをして、これ能力が敵を倒すと一定確率で影化するっていうやつだよね。ダイナモで倒して影化するかどうかだね。これコメントでも割れてたんだよ。影化するっていう人と影化しないっていう人。まあまあ、とにかく自分で試してみないとわからないよね。とりあえず影化するかどうか試してみます。それではダイナモ20溜まりました。確認したいのは2つですね。無限ダイナモを使って影化するかどうか。そして影化した状態で、3倍ダメージを与えることができるかどうか。それだね。そこがちょっと気になるところ。と、あと1つ。影化が何秒持つか。うん。影の断片みたいに30秒ぐらい持ってくれればマジ最高なんだけども。どうでしょう。まあ、やってみましょうか。倒してみるよ。うん。うん。影化しないな。ちょっと待って。ちょっと今のところまだ影化してませんね。影化しない？いや、ただただこれ、俺が運が悪いだけかな。影化しないな。おー。ちょっと待って。影化しないのか、これ。いや、全く影化した。あ、でも、いや、普通に倒したら、全然影化するわ。なるほど。ダメだ。使えないや。これ無限ダイナモで、影化するんだったら、もうずっと影化した状態でやっていけるのかなと思ってたんだよね。ダメだ。これはね、無限ダイナモ中は影化しません。でさらに言うと、こう影化した状態が3秒しか持たないね。3秒、短すぎる。これじゃちょっと使えないわ。なんかこれ想像と違った。想像としては無限ダイナモで影化して、でそれでこう敵を倒すじゃない。ならば、影化時間が10秒ぐらいあったとして、もう敵をね、3倍ダメージでガシガシ倒していって、しかも敵からは全く見つからないっていう、そういうビルドだったら最高だなと思ってたんですけども、無理です。俺のやりたかったことは、とてもじゃないけど、実現不可能ですね。これは無理だ。やっぱりね、無限ダイナもないと、これ、威力がないのよ。全然威力がない。263だとしても、確かダメージが70万あるかないかぐらいなのよ。70万で、アポカリプスプラス25の敵は、倒していけないんだよなぁ。で、さらに言うとあれか、影化して、その次ダメージ与えるとき、3倍ダメージ出ないわ。あ、ダメだ。何もかもが、ダメ。良くないです。これは良くなかったな。はい、検証結果。まあ、検証やってるつもりもなかったんだけども、影のクロスボウ、無限ダイナモでは、影化しません。しません。これはね、ものすごく、残念です。ちょっ
とこれは今後のネタになるかなと思ったんですけども、できませんでした。はい、ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。